お元気ですか、ペルシアンと申します。今回はですね、久しぶりのね、カップ麺紹介動画でございます。皆さん、このカップ麺を見て、なんか違和感がありますでしょうか。と気づいた方はね、ビンゴです。これ、赤いタヌキと緑のキツネって書いてますが、これ、普段は逆なんです、これ。はい。ですがですね、これですね、見たらわかると思いますが、赤緑合戦、和解記念商品って書いてますよね。そう。逆になってるんですよ、これ。普通、お揚げが、赤いキツネの方に入ってて、かき揚げの方が、緑のタヌキの方に入ってるんですが、これ、トレードっていう形でね、入っておるんですよ。入ってるんですよ。で、今回はそれを食べようと思ってます。で、この一遍に二つ食べたら、ちょっとお腹いっぱいになるので、今回はね、こちらのね、赤いキツネの方を食べたいと思います。で、後ほどね、この緑のキツネの方はね、火を改めてね、食べたいと思いますのでね、よろしくお願いします。じゃあ、こちらね、この赤いキツネの方を食べたいと思います。はい、完成しました。お湯入れて、これは5分経ちました。で、早速ね、食べていきたいと思うんですけどね、まずね、この粉末スープですね、中に入れました。そして、このスパイスはね、後ほど入れたいと思います。で、これを開けましてね、これを。で、いつもだったらですね、ここにね、お揚げさんがね、入るんですけどね、ちょっとごめんなさいね。入んなくてね。このね、かき揚げのね、かき揚げをね、ここに乗っけます。で、ここに乗っけて、ここ皿まで置いといてですね。このスパイスね、入れて。これで早速ね、食べてみたいと思います。まずはね、汁、おつゆをね、いただきたいと思います。おつゆ、やっぱり味が違うのかな？ちょっと飲んでみます。うん。いつもよりはね、なんかね、薄いような感じします。なんか前はちょっと濃かったようなイメージがあったんですけど、なんかそういう天ぷら、かき揚げね、かき揚げにちなんで薄くしたのかなと思っております。で、この麺ですね、この麺もね、いただきたいと思います。なんか違うのかな。うどんもね、ちょっとね、なんかイメージとってね、なんか、少しコシがあるって感じがしますね。で、このね、このお揚げさんもね、いただきたいと思います。お揚げさんはね、お揚げはね、そんな変わんないんです。要するに、今回は普通の、うどん、いつものね、赤いきつねよりは、スープは、薄い。そんな感じがしますね。その後ね、これゆっくりね、食べていきたいなと思っています。で、後ほどね、ご紹介した、今度、緑のきつねの方はね、後ほどね、食べたいなと思っております。いつになるかはね、わかりませんが、今後ね、紹介していきたいと思います。以上でございます。皆様もぜひよかったらね、購入してみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは失礼します。ペルシアンでした。どうもありがとうございました。